どうも、ガイギスカードゲームクラブ、初雪です。はい、ギャンブルです。はい、やっていきましょう。お願いします。新章突入。新章に突入していきます。はい。というわけで、本日の議題。はい。エルドレインの森、10倍楽しむ超解説。来ましたね。ついに来ましたね。来ましたね。こちら、2023年9月8日。新セットエルドレインの森が発売されます。楽しみですね。公式キャッチフレーズ、はい、さあおとぎの国へ。童話の次元と書いておとぎの国。すごいクッキーなんですね。メインビジュアルがこれあれですよね。ジンジャープルートみたいなやつ言いました、ね、いましたね。あれの女の子版みたいな。あれの派生系も出てきますね、今回。懐かしい。こちら、ファイリクシア編集了後の新シリーズとして、エルドレインの森が作られました。はい。エルドレインは、おとぎ話をモチーフにしたカードが多数収録される、まさしく童話の次元、おとぎの国です。というわけで、このエルドレインの森がどういったセットとして作られているのか、いろいろ話していこうかなと思います。はい。というわけでやっていきましょう。10倍楽しむ超解説。はい。まずはじめに、エルドレインの基本情報について。エルドレインには主に2つの地域があります。はい。人間が統治する王国と、魔物が住まう壁境と呼ばれる地域ですね。まずはこの王国について。人間が統治する王国は、さらに5つの宮廷が存在し、5つの宮廷が各地域を統治していたりします。これローグスワイン城強かったですよね。強いいいカードでしたね。アーデンベイル、エンバレス、ギャリンブリック、ローグスワイン、バントレスと5つの宮廷が存在します。そしてその5つの宮廷はそれぞれ異なる美徳というものを掲げており、その美徳を治めし者には騎士号が与えられます。知らなかった。そしてこれらの宮廷を滑る覇王という存在がいます。それがアルテナス・ケンリス王です。はぁ、覇王だったんだこの人。この5つの宮廷をさらに束ねるエルドレイン全体の王様です。全然知らずに使ってましたね。このケンリスさんは全ての宮廷の騎士号を得ているということで、前職の機動能力を持っているっていう特徴があったりします ね。そういうストーリーだったんですね。そしてこちらがケンリス一家の肖像となっております。父アルジェナス・ケンリス、そして母リンデン女王、あ、リンデン、はいはいはい、そして長男長女ウィルとローナンの双子ですね。ローナンってプレイズウォーカーで言いましたよね。そうそうそう、エルドレインの王権では王家の後継ぎとして2人1枚のカードとして出てきましたね。はいはい。そして次男のエリック君と次女のヘイゼルちゃん、はい、こちらが県立一家の肖像となっております。はい。そしてギャンブルさん、お分かりいただけただろうか。お分かりいただけだろうか。とりあえず父親の血筋が濃いですね。え、これを見て気づくことですか？確かに言われてみればな、みたいな感じになるかもしれないですね。じゃあ答えいくか。はい、お願いします。エリックとヘイゼルはリンデルの子供なんですが、はい、ウィルとローアンの母親は別の人であったりするんですね。ああ、なるほどね。やっぱその観点は合ってたんですね。確かにそうですね。父親の血が濃いなと思ったのは、下の2人に比べると上の2人は完全に父親寄りで、うんうん、母親の血筋はあんまなさそうだなと思って、うんうん、そういうところか、気づけるべきだったのは。ウィルとローアンは、この県立の子供だけど、母親が別の人って感じですね。ウィルとローアンの方がエリック君とかよりも年上なんで、第一王子の方が正妻の子供じゃないっていう、ちょっと歪な家系であったりします。なるほど。ただし親子関係は割と良好なのでご安心ください、はい、ああ、なるほどね。というような県立王と県立一家でした、はいはい、続きまして壁境について。壁境とは人間に統治されていない地域で、そこにはフェイ族と呼ばれる様々な種族の魔物が生息していたりします。このフェイ族自体は種族が一つじゃなくていろんな種族がいたりします、うんうん、例えばフェイと呼ばれるフェアリーがいたり、ドワーフがいたり、レッドキャップと呼ばれるゴブリンがいたり、巨人がいたり、エルフがいたり、マーホークがいたりとか、まあいろいろですね。これらは全部フェイ族って呼ばれるんですね。こちらをひっくるめてフェイ族と呼んだりするんですが、うんうんうん、ここめっちゃややこしいポイントで、壁境に住む魔物の総称をフェイ族と呼ぶんですが、はい、この
ベアリータイプの魔物の総称のことをフェイと呼んだりします。はい。なんで、フェイって出た時に、どちらの意味のフェイと呼んでるかが、ちゃんと見ないとよくわかんないって。なるほどね。めっちゃややこしい。英語はちゃんと FAIR と FAE って別の言葉として定義されてるんですけど、日本語訳にした時になぜか両方フェイになってしまう。フェとかにすればよかったんですね。フェ族とね。フェア族とか。ね、ややこしいですね。というめちゃややこしいポイントがあったりします。なるほど。というのが、壁教と王国についてのお話でした。はい。では続きまして、エルドレインの森のメカニズムについて。お願いします。はい。マジックで童話を扱う醍醐味。はい。それが、様々なキャラクターが本来とは違うストーリーを歩める。というところがあったりします。まあ、岡ずきんちゃんが狼食べてみたりとか、そういうことなのかな？そう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 。例えば、ここに魔法の馬車というカードがあります。はいはい、シンデレラ。こちらにシンデレラのようなお姫様的なキャラクターを登場させるっていうのももちろんいいんですが、はい、こちらに七人の小人のようなドワーフを乗せて走らせるなんてこともマジック上だとできたりします。確かに何も考えずに登場使ってましたけど、ストーリーから見たら、アンケモを馬車に乗せるってちょっと意味わかんないですもんね。でもそういう自由なことができるってことですね、マジックだと。そうですね。ちゃんとしたストーリーに沿うのも面白いし、うん、ちょっと風変わりなことを起こすのもまた面白い。確かに、確かに。でも様々なカードを組み合わせるマジックだからこそできるゲームの中で新しい物語を作る。ここら辺をエルドレインの大根として一つ定義しました。シンデレラはもちろんカボチャの場所に乗れるが、ピノキオはどうだろう、うん。それがあってもいいんじゃないかと。なるほどね。そして今回はこの体験にフォーカスしたメカニズムが開発されました。へー。それが、役割トークンです。役割トークン。役割トークン。はい。こちらは物語の様々な役割を表すエンチャントオーラトークンというものが作られました。はい。今まで機動能力で生贄に捧げることができるアーティファクトトークンっていうのは結構いろいろ作られたんですけど、はい、戦場に残り続けるエンチャントトークンっていうのは作りづらくて、多少数はあるんですけど、アーティファクトに比べたらだいぶ少ないと。なるほど。今回は小さな効果を持つオーラトークンというものに限定することによって、このエンチャントトークンを作ることを実現しました。はい。そしてこの役割トークンはクリーチャーに特色を持った役割と能力を与えることができるトークンとなっております。例えば実例を見てみましょう。ここに空中の追跡者という24到達の巨人クリーチャーがいたとします。はい。こちらに怪物役割トークンっていうのをオーラとしてこの空中の追跡者につけたとします。はい。そうすると怪物役割トークンはエンチャントしているクリーチャーはプラス1プラス1の修正を受けトランプルを持つというオーラになるので、こちらは3号到達トランプルになります。うんうんうん、はい。この巨人に怪物トークンをつけるのはなかなかまあ筋があってそうなんですけど、これに王族役割トークンっていうのを追加でつけようとします。そうするとエンチャントしているクリーチャーがプラス1プラス1の修正を受け5砲1マナを持つ、うん、ということで空中の追跡者が王族になりました。はい。この役割トークンは1人のプレイヤーが同一のクリーチャーにつけられるのは1枚だけということで、先につけられていた怪物トークンは剥がれて、この王族トークンだけが残ります。はいはい。なんで、こちら3号到達5号1って感じですね。うんうんうん、そしてこの空中の追跡者に対して、対戦相手が呪われし者役割トークンというものをつけました。はい。こちらはエンチャントしているクリーチャーの基本のパワーとタフネスが11になるということで、はい、11になった上でプラス1修正を受けるので22到達5砲1マナという感じになりますね。あ、この呪われしトークンの場合は外れないんですね。1人のプレイヤーにつき1枚って感じなんで、対戦相手とか違うプレイヤーがつける分には2つ役割を持つことができますね。これで空中の追跡者は呪われた王様になる。なるほどね。だから自分につけてプラスにするトークンもあれば、相手のクリーチャーにつけてマイナスにするトークンもあるってことなんですね。っていうのがあります。うん、なるほど。という感じで好きなクリーチャーに好きな役割を与えて自分だけの物語を作れる、はい、ここら辺を意識してこの役割トークンというものが作られました。なるほどね。そしてワンモアスイング。ワンモアスイング、ワンモアスイング、とこちらエルドレインの森のアーキタイプにちょっと注目していきましょう。はい。リミテッドでは各色の組み合わせごとにどのようなデッキの方針で作ればよいかというアーキタイプと呼ばれるものが用意されています。はい。今回のアーキタイプなんですが、各アーキタイプがおとぎ話をモデルにして作られております。例えば白青のアーキタイプはこの雪の女王という物語、はいはい、アナ雪の元になったやつですね。はいはい。対戦相手をクリーチャーをタップして氷付けにしながら戦うような戦術を用いる。
巻きタイプになってるんですね。そして黒赤はハーベルの笛吹き男という物語がモデルになっています。はいはい、そうなんだ。こちらは11のネズミトークンを大量に呼び出して、まあ、攻撃していく、はい、さらにまあ死亡維持誘発とかも多いんで生贄シアジーも高いようなアーキタイプになっています。前も言いましたよね、こういう系の笛吹きとか言いましたね。ネズミトークン出すやつ。なるほどね。例えばこちら黒緑に関してはヘンゼルとグレーテルがモデルになってますね。この食物トークンを扱って戦う、さらに食物トークンを回復以外の利用法で消費するっていうようなところが用いられてます。今回まあ2色の組み合わせ10個も用意されてるんですが、この10個に全部におとぎ話のモデルがあったりします。うわこれは迷いますね。あ、眠れる森の美女か美女と野獣がいいな。黄緑白は美女と野獣、そうですね。青緑がジャックと豆まき、赤白がシンデレラとか。なるほどね、めちゃ迷いますね。これ2色のアンコモンに関してはこの各モデルの主人公がモデルとして作られていたりしますね。人魚姫はないんですか。人魚姫は今回ちょっとなかった、ね、ないんだ。リトルマーメイドが好きなんでありえる。人魚姫あったら絶対人魚姫にパックが揃ってなくてもやってた、面白い。基本的には2色なんですね、今回の秋タイプは。そうですね、2色で組むっていうのが基本ですね。ただしこれマジックなりのかなりひねりが効いていたりしますね。例えばこの赤白はシンデレラなんですけど、このパーティー破りアッシュとして舞踏会に参入して主役の座を奪うみたいなところが思いっきり強調されてかなり攻撃的なシンデレラが作られてたりしますね。なるほどね。まあでも合ってんじゃないですか。ハイカブリ姫とかあれじゃないですか。アッシュは英語でハイですし、ね、だいぶマジックなりのひねりを加えた上でこのカードが作られてる。すごいな。ここら辺がエルトレインのメカニズムとアーキタイプで注目されるところでありました。では続きまして、エルドレインの森のストーリーについて話していこうかなと思います。はい、お願いします。物語のオチまで話していくのでご注意くださいと。ネタバレしたくない人はスキップしてくださいねってことですね。はい、こちらファイルクシアによる進行はエルドレイン事件にも襲いかかっていきました。ああ、ありましたねこれね。事件壊しを通じてファイルクシアはエルドレインにも進行を仕掛けていきました。はい、これに対してフェイの王様タリオンはこのファイリクシアに対して対抗策を講じます。はい、魔女三姉妹の力を借りファイリクシアを封じ込める呪文を発動しようと計画しました。はい、アガサ、ヒルダ、エリエットという有名な魔女三姉妹がいたんですね。いいですねこの魔女、欲しいな、どれでもいいから、みんな神話で魔女はそれぞれ特殊なアーティファクトを授かることによりこの作戦を承諾します。エリエットはリンゴのアーティファクトを持ったり、はい、うわすごいかっこいいですねこのカード。魔法のリンゴのエリエット、これ欲しいですね。エリエットの誘うリンゴってやつかっこいいですね。めちゃかっこいい。タリオンと魔女たちはファイリクシアを抑え込む魔法、通称忌まわしき眠りを発動しました。あーこれか。忌まわしき眠り自体は1個前の機械兵団の神殿に登場したカードですね。はい、これにより多くのファイリクシアを睡魔により活動停止に追い込みました。てかファイリクシアって眠るって概念があるの？あるかそれや。肉と機械の融合生命体みたいなところがあって、そういう活動もあるんじゃないですか、ね。その後エルツレスたちの活躍によりファイリクシア無力化、エルドレインは次元崩壊の魔の手から逃れることに成功します。はい、しかしとても大きな代償も支払っていました。なるほど。その代償の一つが権利層と輪廻女王の戦死です。そうなんだ。こちらは機械兵団の進軍の決戦の後にアフターストーリーのパックで作られたカードですね。そうなんだね。輪廻の権利数いなくなっちゃうんだ、はい、いなくなっちゃいました。はい、そしてもう一つ、忌まわしき眠りがファイレクシア以外にも波及してエルドレインの中にいる多くの民も眠りについて起きなくなってしまいました。はい、この王の死と眠りから覚めない民の続出でエルドレインは大きな混乱を迎えます。はい、こういった混乱の中権利数を亡き後ウィルが王の座を受け継ぎます。はい、しかし経験不足から少年王と揶揄されてしまってなかなか統治がうまく進みません。はい、多くの騎士は眠りについたまま各宮廷があまり機能しない状態が続いています。はい、そして混乱に乗じて勝手に自分がエルドレインの王者になろうと名乗りを上げていく勢力たちも続々現れてきました。はい、パニックと、あ、かなりの混乱状態に陥ってしまうと。はい、ウィルは主にバントレス城という青のお城の拠点として各種交渉をもとに少しずつエルドレインを元に戻そうと働きかけていました。はい、それに対して双子のローアンは城にこもっているのではなくもっと抜本的に忌まわしき眠りの対処法を模索するべきだと主張しました。はい、
こういう感じで双子でエルドレインの方向性が真っ向対立してしまいます。このカードの感じも対立してていいですね。そうですね。今までウィルとローは必ず一つのカードにセットで作られてたんですけど、今回初めて別のカードとして作られました、ね。はい、そういうわけでローアンはウィルと別れ一人で各地を調査します、はい、ローアンの陰惨な調査みたいなカードが作られてますね。陰惨な調査すごいですね、言葉の使い方が。そういう調査の最中、崩壊したアーデンベイル城で眠ったまま誰かに操られている騎士たちと遭遇します。はい、この騎士たちを操っていたのが魔女エリエットとアショクが手を組んで騎士たちを操っていました。へー、このエリエットは眠りの魔法を用いて多くの騎士を眠りにつかせると、はい、そして悪夢を司るプレインズウォーカーアショクがそれらを自在に操ると、はい、ウィンウィンの関係で王国を我が物にしようとしていたんですね。なるほどね。そしてさらに告げられる衝撃の事実、はい、ウィルとローアン実の母は魔女の一族だ。あ、このエリエット3姉妹じゃなくて実は4姉妹だったんですね。あ、もう一人いる。もう一人は出てこないけど、さっきケンリスさんとリンデルさんの子じゃないって言ったんですが、はいはい、実はこのケンリスさんとエリエットの妹の間にできた子供、これがウィルとローアンでした。じゃあ戦うエリエットからするとメイと戦ってるみたいな感じなのかな。エリエットとローアン、うん、おばとメイって感じの関係ですね。なるほどね。このウィルとローアンが強力な魔法を操れるのはこの魔女の血筋っていうのが影響していたりします。はあ、はあ、なるほど。このエリエットは眠りの軍隊を使って王国を一つにするという野望をローアンに話します、はい、王国に平和でいていてほしい、それを導きたい、力が欲しいのと。それはウィルの政策よりも現実的に思えました。そして眠っている限り人々とは幸福で健康なままであり続ける、これは人々にとっても悪くないのではないかというような発想もあり、ローアンはエリエットに忠誠を誓います。そうなんだ。まあ自分ね、おばだもんね。そうですね、自分はこちらの道に進もうという感じでエリエットに忠誠を誓いました。はい、その頃一方、フェイの血筋のケランという少年がいます。はい、ケラン君はファイリクシアも侵略に来ないような、まあ、なかなかの田舎で暮らしていた少年ですね。はい、ケランは人間とフェイのハーフで母とギフと共に暮らしていました。はい、母親は人間なんですけど、実のお父さんはフェイで、人間とフェアリーのハーフという感じになってますね。そのケランは出自から村の者にいじめられ、本当の父親の存在と自分の居場所というところを求めながら生活していました。はい、新月の夜、ケランは夜道を歩いていると、フェイの宮廷に誘われます。はい、そこでケランの前にフェイの王タリオンが現れました。タリオンはケランに取引を持ちかけます。エルドレインの眠りの呪いを解かない3人の魔女を倒せば本当の父について教えよう、うんうんうん、そうしてケランの冒険が始まっていきます。はい、冒険の途中でクロスボウでリンゴをぶっ放す少女赤ずきんのルビーと出会います。赤ずきんちゃんクロスボウを使うんだ。武闘派なんだ。はい、豆の木登りが得意な多次元からの案内人トロヤンの出会いというのもありました。ジャックと豆の木か、これは。ジャックと豆の木なんですけど、はい、実は出自はフレイバーテキストにある通りラブニカ出身なんです。ラブニカの人なんだ。なんだけど、まあ、エルドレイに迷い込んできて豆の木登りの案内人をしていると、はい、こういった様々な出会いとともにケランの魔女討伐の旅は進んでいきます。ああ、いいですね。なんか冒険者の漫画とか小説とかにありそうですね、仲間と出会ってみたいな。そして VS 大釜の魔女アガサ、はい、大釜にドーンとあ、これアガサをドーンしてるってことですか。これドーンしてる最中ですね。ああ、なるほどね。大釜にドーンとしてやって、逆にこの凶悪な大釜を使ってアガサを倒しました。はい、そして VS 教官の魔女キル。これはしたら教官をキーンでしょキーンとはなかなかならずに、うん、ケランとルビーの極寒の城に立ち向かう勇気に心動かされて教会です。あ、心も解けましたみたいな。そうそう、何言ってんのって感じだねまあまあそれは冗談として氷の中に向かっていく2人を見て、うん、慈愛の心に目覚めたんですね。なるほどね。これこそ本当に氷塊なんだ。氷塊です、うん、ケランとルビーは最後の魔女を倒すべく廃墟となったアーデンベイル城に向かいます。はい、そこで待ち受けていたのが魔女に忠誠を誓ったローアです。はあ、
ローアンの前に圧倒的実力差でケランとルビーは拘束されてしまいます。まあね、魔女の血筋ですからね。そうですね、プレインズウォーカーでやったりしましたしね。ここからルビーの起点で切り抜けることは成功するんですが、はい、そうやって切り抜けてる間に外がだいぶ想像しくなっていました、はい、ビル率いる騎士団がこのアーデンベイル城にやってきたんですね。へえ。ローアン一体何をしているんだ、王国を救う方法を学んでいるのに魔女と協力して王国に呪いを、君はそんなことをする人物じゃない、帰ってきてくれ、帰る場所はもうないのよウィル、ということでこの説得が始まるんですが、はい、双子は完全に決裂、直接対決へ向かっていきます。なんだこのかっこいいイラストは。これプロモーションカードとかかな、ブレーカーと強風、え、もうすごい、もう青をどうにでも止めようっていうカード青絶対殺すもん、ね、赤なのに打ち消せる、赤なのに打ち消すのは珍しい。ウィルとローアン、仲が向かった双子は直接対決に進んでいきます、はい、ちなみにこの様子を描いたアニメトレーラーが9月6日に公開予定になってますね。かっこいいですねこれ。このアニメに関しては、まあ、エルドレインの森いろいろストーリーがあるんですけど、まあ、ここの場面を一番フィーチャーしてるなって感じになってます。こうしてウィル、ケラン、ルビー、そしてウィル率いる騎士団、はい、そしてもう一方ローアン、エリエット、アジョク、そして眠りの兵隊たち、はい、大乱戦が勃発します、はいはい、この大乱戦なんですがウィルの起点により最終的にアジョクが大きなダメージを受けました、はい、ローアンを狙ったと思った矢が実はアジョクを狙っていたみたいな感じで、ね、ウィルの起点によりアジョクが敗れます、はい、これにより眠りの兵隊が総崩れになり形勢が決します。なるほどね、まあ、アショクが操ってるわけですからね。これにより、まあ、敗戦の間際になったローアンはウィルのところに戻った自分を想像しました、はい、ウィルは自分を確保するだろう、そして自分は丁重に幽閉されるが、まあ、その間もエルドリネインは分裂したままであると、うん、もう後戻りはできない、帰る家もないと、うん、ローアンは最後の力を振り絞りその場を離脱、はい、双子が仲直りすることはありませんでした。なるほどね、その目指したい世界観は一緒なんですけどね。そうですね、エルドレインを守りたいっていうのは同じですけど、ちょっとその進み方が離れてしまいましたね。なるほどね。そうして戦いは終わります。はい、戦いが終わった後ケランは故郷に戻っていきました。はい、実の父のことをタリオンから聞くっていう話をしてたんですが、はい、タリオンから聞くのではなく父のことは母から聞きたいということで、うんうんうん、母に直接父のことを教えてくれるというふうに話します、はい、そして母は語りました。自分は昔魔女の見習いであった。そしてこの魔女の見習い時代にエルドレインの外からやってきたとあるフェイと出会い、そこで恋に落ちます、うんうん、その相手とはこちら、えトリックスター、ケランは王子の息子だったんですね。こんな感じで王子が出てくるとは。こんな感じで最後の最後に急に出てきた、ね、急に出てきたね。どこか面影あったりしますかねこれああ、まあでも精悍な顔出しはねやっぱり同じですよね。王子という実の父親の存在を知り、ケランは王子がどういう人物かより興味が湧くようになっていきます。いやそりゃもう暴れ倒してね、一瞬で禁止になったんですよお父さんは父さん40日で禁止強すぎたってことですか。強すぎた、うん、父のことに俄然興味が湧くと、はい、ケランはそんな興奮して眠れぬ夜に飛び出し、そこで異次元への入り口っていうのを見つけます、はい、ファイレクシアがいろいろな事件に侵食したことによってこの次元を結ぶ入り口っていうのが結構至るところに存在するようになったんですね、はい、トロヤンとかもここから来たって言われてます、ね、ああそういうことか。そういうわけで父親への興味からケランは異世界への道を歩き出しました。ここで物語が終わります。なるほどね、この外の旅でいつか王子が出てくるのかな。王子とまたケランがどこかで遭遇するかもしれないですね。うん、ぜひね次は39日で禁止になっていただきたいですね最速チャレンジというのがエルトレインの森のお話概要でした。はあ、なるほど、まあでもよりカードを開くのが楽しみになりましたよ、うんうん、エルトレインの森も楽しんでいきましょうと。はい。というわけで本日の動画は以上になります。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。ギャンブルと一緒に童話の世界に入っていきたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画をお楽しみに。あー、来ましたね。次回予告。来ましたね。
ちなみにこれフレイバーテキストノミネートする7枚とか選ぼうとして、はいはい、いろいろカード見てたんですけど、はい、これちょっといいなっていうカードいくつかスクショとか取っていったら、はい、23枚になりましたね。あーなるほどね。ってことは今回かなりよりすぐりってことですね。厳選に厳選を重ねないといけないですね。なるほど。僕はあの例によって1個も見ないでおくんで、まあ、ちょっと次の動画をお楽しみと。はい、よろしくお願いします。というのは以上でした。